東京には怪物が住んでいるって誰かが言った。街の中では日々学生が謎の失踪を遂げている。その理由は誰にもわからない。ある一人の男を除いて。またか。わかった、すぐ行く。それであなたの息子さんはいなくなった。そうですね。はい、智之はまさに新社会人として世に出る前の晩でした。そしたら急にいなくなってしまって、あの子の部屋にこれが。18。ああ、俺だ。今送ったやつのことを調べてくれたんだ。こいつは昔から YouTube でフリーメイソンや都市伝説のことについて話してる。必ず何かあるはずだ。よろしく頼む。私は絶対に就職しないって何度も言ってるじゃない。またか。あの、君はあなたも追ってるんですか、あれを。何か知ってるのか。ついてきてください。6年前ですかね、あれに襲われたのは。あれは一体何なんだ。反社会を象徴する怪物です。あれに捕まると理不尽な労働をずっとさせられる。一体何のために。意味なんてねえよ、終わりもない、
最初は夢だって思ってた。けど違う、あれは現実。では君は一体なぜあの場にいたんだ。消えた人たちのこと気になって調べてみたんです。そしたら消えた5人は反社会性で社会に出たくない訳ありの人たちばかりだったんです。それで消えた5人の場所は地図で点と点をつなげて、ごぼう星だ。しかも逆転、逆は悪魔崇拝を意味する。この男は都市伝説の情報から何かしらのパワーを得て怪物に送ってるに違いない。誰だ。はぶかれ者には社会のルールを教えてやらねば。諦めるな。俺たちは自由だ。また同じことを繰り返したいのか。何を関わるか、俺たちは自由なんだ。でも諦めるな。やめろ。早く逃げるぞ、こっちだ。行くぞ。あんた、奴らの手先じゃなかったのか。俺はホワイトアートだ。奴らの陰謀を暴く組織にいる。どういうことだ。奴らと何の関係が。奴らは日本政府の犬だ。社会に適応できない奴らは更生させようとしている。なんだって。俺は奴らを助けたふりをして拉致した人間を助けている。よく言うよ、自分で拉致して。よし、行くぞ、こっちだ。あれが嫌がる。当然だ。奴ら反社会勢力がいる職場ならどこだっている。ルールにとらわれない半分死のような常に見張りを探しているんだ。そして捕まえて世間から隠して強制する。ふざけやがって。奴らを叩くには大元を叩くしかない。奴らの裏には大元がいる。大元？政府の裏には奴ら操ってる黒幕がいるんだ。信じるか信じないかあんたたち次第だが。よし、一気に行くぞ。おい、全然聞いてないぞ。当然だ。奴らは実態があるようでないようなもんなんだ。どういうことだ。この状況を救えるのはお前しかいないかもな。それってどういう。
こいつ。なんだお前。おっさん、大本、大本を叩けんな。は、どこに行けばいいか分かんねえって。ここのコンパスに従え、星が導く。お前ならその答えが分かるはずだ。行け行け。俺にどうしろってんだよ。心のコンパス、星、もしかしてこの五芒星の中心、東京タワーだ。よくここが分かった。お前か。また戻るとは思わなかった。なんで、なんでこんなことするんだよ。生き方は自由だろ。強制されるもんじゃない。強制させなければ何もできない。何も役に立たない。社会に馴染めなければ社会は許してはくれない。ふざけんなよ。父親みたいなこと言いやがって。ルールに縛られちゃ何もできない。そんな時代は終わったんだよ。生きる方法がわからないんだったら見つけりゃいい。その通りだ。好きなことで生きていけばいいんだ。それがこれからの時代を作る。お前か。クズたちの夢を見させて洗脳させているの。洗脳させてるのはどっちだ。俺は真実しか伝えない。幻はお前だ。俺はもう逃げない。ずっとやりたかった夢を、音楽を、社会のルールに縛られなくても生きていけるってことを証明してみせる。それならチャンスをやろう。3年だ。ルールに縛られない中で誰にも頼らず生きてみればいい。もしお前が裕福に暮らせていたなら、お前の価値、自由に生きるがいい。けどもし誰かを悲しませたりしていたら、我々はお前たちを強制ではなくこの世から消し去ってやるだろう。それまでは高みの見物だ。生き方が変わり、私たちはそれぞれが歩き出した。今まさに運命が大きく変わろうとしている。深い闇の中に僕はいた。生きていくということは皆さんね。けど今は太陽が僕らを照らしている。この街どうなってんだ。東京マジまだ汚れてんな。あのヘリなんだ。ああヘリ飛んでんぞ。なんだまだざわついてんじゃないか。そう、この街は乱れている。それはあのゴムのせいだ。ちくしょう、ゴムめ。